お前は巨人にしないでやる。3、4メートルくらいの巨人に調整するから、こいつと戦ってくれ。なんでこんなことするんだ。人が巨人に食われるのが見たいとでも言うのか。なんでって、そりゃ面白いからだろ。どうかしてると思うか。でも人は残酷なのが見たいんだよ。平和ってのは大変結構なことだが、何か物足りんのだろうな。生の実感ってやつか。自分が死ぬのは今日かもしれんと感じて生きる、それが生き物の正常な思考なのだよ。俺はその日を受け入れる心構えがある。なぜならこうやって残酷な世界と向き合い、理解を深めているからだ。ああ、お前の妹を息子たちの犬に食わせたのも教育だ。心は痛まないのか。まあ言いたいことはわかる。もし息子が同じ目にあったらと思うと胸が締め付けられる。かわいそうに、エルディア人でさえなければな。は、見ろ、あれがお前らの正体なんだぞ。巨人の脊髄液を体内に吸収しただけで巨大な化け物になる。お前らエルディア人をこの世から一匹残らず駆逐する。これは全人類の願いなんだよ。なんだと。心が痛むわけないだろう。人殺しはそっちだろ。お前ら復権派は俺たちマーレに何をしようとした。心は痛まなかったのか。嘘だ、俺は真実を知っている。始祖ユミルは大陸の人々を豊かに。なあ、分かったよ。偉大な歴史があったんだろ。下にいる友達と語り合うといい。やめろ、だからな。どうだ、妹が呼んでるぞ。どうだ、これが面白いと思うか。あんた、俺がフクロウだ。覚えておけよ、グリシャ。巨人の力はこうやって使う。